皆さんこんにちは賃貸不動産経営管理士ミニガイザンを始めていきます今回のお題がですね 賃貸不動産経営管理士ってどんな資格ということで賃貸不動産経営管理士の資格試験の内容そういったガイダンスとともにですね、えー、特にまあ今年ね宅建をまあ、目指して勉強されている方向けにですね、えー、合わせてまあミニ講義こういったものを踏まえてね約1時間程度になりますがね、えー、まあ、お付き合いくださればと思います担当はレック専任講師亀田ですよろしくお願いします はいそれではですね、えー、今回のガイダンスは2つレジュメ使いますので一、えー、つがですね資格の紹介とか試験の内容が、まあ、載っかっているこちらですね賃貸不動産経営管理してどんな資格ということで大、えー、写ししますとこういういものですね、はいえー、ページが8ページになってますかね、はいえー、7ページか、失礼しました、えー、なるものですね。ねねもう一つがです、ね こちらがやや後半になっていきますけれども実際に、まあ、特に宅研勉強されている方にとってはね一緒にちょっと模擬講義ということで使っていきます。はい、こちらが「えー、宅研賃貸」どちらも攻略、まあえー、主に賃貸借関係ですかね借地確保法も踏まえてそのレジュメこの2冊こちらは結構な厚さになっておりまして、えー 30ページ今日あ,あるものですが、まあ、こちらねもし各学校で、えー、お聞きになってるお見になってる方は、えー、なのでねこの冊子をまあ用意してもらってそれから、えー、ご自宅等でね映像、まあ、で見たられる方はですね、えー、用意ができればそれで,よしですしもし用意ができなければ画面で大きく映していきますのでね、まあ、こちらで見ながら、まあ、え必ずしもこのレジメンタイがね前になければ聞けないというわけじゃないのでまあ何、えー、かと 画面で、まあ、確認していいただければと思います、はいはい、ではですねまずはガイダンス、えーまあ、この資格の説明などなどからなんですがレジュメの方としてはこちらとなりますかね、えー、賃貸不動産経営管理士どんな資格ということで試験内容などが載っかっておりますがまず賃貸不動産経営管理士、えーまあ、どういう資格かおおよその方はラック 国のイメージは持たれている方、ま持たれているかとは思いますがね。えー、世の中には。 賃貸住宅の管理業というまあなりわいがあります、えー。その賃貸住宅の管理業において、まあ重要な業務を行うっていく、えー、その資格者がこの賃貸不動産経営管理者とね、えー、あまりにもざっくりすぎて気になるかもしれませんが、もう少し肉付けすると、えー、まあ不動産業には様々ありまして、それこそ皆さんが今勉強されているタ 検視の資格をまあ要求するいわゆる宅建業ですね。宅地建物取引業もあります。それからその特にまあ今言っている住宅なんかのね管理する業務もあります。その管理の中でもね主にですね賃貸住宅これを管理するということなんですが、その管理というのはまあその賃貸住宅のオーナーさんがいます。そのオーナーさんから依頼を受けてここでいう管理というのはやっぱりあのお金のことですね、えー、賃料で。 あったり敷金であったりそういうういいいものを受領ししててて管理していくっていう業務それからもう少しあるんですけれどもえ更新の時にまあ更新事務を行ったりえそれからえっとそうですね賃貸えこの終了の時にまあ生産業務を行っていくまあ合わせてどちらもねお金の動きがありますのでそういったお金のことなんかを中心にまあオーナーさんに代わって管理していこうというのが賃貸住宅管理業です。 この賃貸住宅管理業自体は、まあ、昔からもちろんありますけれどもあのどちらかというと宅建業これをなりわとしている人たちが、えー、付随的っていうわけじゃないんですけれども合わせてお仕事としてやってることが多かったですね。でそれは、まあ、もちろん賃貸住宅を 仲介する業業務を宅業者が担っててでその後やっぱりオーナーさんとやっぱりもちろんね依頼を受けてますのでまあ合わせて管理もしていこうということでまあ合わせて依頼を受けてるだから今ももちろんあります。えー、ところで 宅建後自体、仲介所自体は、まあ、宅建業法ということで、厳しい規制と義務が課せられているんですが、管理の部分については、特に法規制がないんですね。えー、今現代、うん、もちろんありません。まあ、そこで、えー、まあ、ないということは、そんなに不正が起こらなかったんですが、まあ、なにせお金の管理になりますと、様々なね、ことが考えられて、特にですね、近年、その。 賃貸住宅の、まあ、オーナーになる人が多様化というかねさまざまな側面からそのオーナーになることが多くてそれこそ、えー、一昔前までは想定できなかった、えー、そうですね引退後の、まあ、資金のことで、まあ、賃貸住宅のオーナーになるとかそれから今現在働いている OL さんがまあ 老後のことっていうわけけじゃないいんですけどね、えー、いろいろ考えて賃貸住宅のオーナーになるこれもちろんサラリーマンさんの方もいますし、えー、投資として単純になるということでさまざ、あ、まなオーナーさんが増えてきたのでやはりねそろそろその賃貸管理業自体をね、えー、この賃貸住宅の管理業自体を、まあ、やっぱり法整備した上で、えー、やっぱりさまざまな規制義務を課していかなきゃいけないということで今までもですね、えーまあ、数年前から 任意的な登録制度というところがあったんですかね、えー、でその時にももちろん賃貸不動産経営管理士というのが重要なにもそこでいう、まあ、オーナーさんに対する重要事項の説明であったり、えー、する業務を行っていきましたが、えー、今年の6月に、えーまあ、いよいよですねこの賃貸住宅管理業も法律上の強制登録制、えー、これが法律が制定されてですね で来年、まあ、おそらく、えー、春過ぎの6月ぐらいからでしょうかね、えー、法律ができたので、えーまあ、来年にはですねこの賃貸住宅管理業自体がもう強制に登録制度が、まあ、取られますでさまざまな義務や、えー、それから規制が課せられてそこで、えー、必要となってくる資格ね賃貸不動産経営管理士、まあ、これも法律上の、まあえー、任務、えーまあ、業務を行わなければいけないっていう、まあ、資格ということでまああのー 厳密な国家資格という、まあ、定義はありませんが法律上に則っ,った資格ということでことのね、えー、賃貸不動産経営管理士というところがまあ えーまあ、少なくくとととも来年から、ね、始まっていくというところです、まあ、それに向けての今年の試験ね、えー、踏まえていろいろ情報を、まあ、錯綜している中なんですがね、まあ、合わせて特に、まあ、せっかく宅建の勉強の、えーね、を生かして、えー、やっぱりやっていこうということで、まあ、合わせてねこの賃貸不動産経営管理士も、まあ、受かっていこうということでね、えー、説明させていただきます。で、はい、でははすねその資格は もちろん試験限定ですので試験からね、えー、見ていきたいところなんですがちょっといきましょうかね、えー、で今現代いつ見られてるかっていうのは微妙なところがあったりするんですが試験は11月15日、えー、日曜日もうこれはもう当初から決定されております。で願書もう既に取り寄せて、えー、あるいはもう既にね出願されている方もいらっしゃるとは思いますが。 えー、9月の24日まで、えー、ね、えー、この願書は受けておりますのでまだね、えー、まあ出してない方は早め早めにということで11月15日の試験に向けてやってくださいですねで、えー、試験の内容まああのは、えー、置いといて試験の形式などは 宅検試試験と全く同じで四択のマークシートで二時間で五十問を解いていくということですね。この点がやはり、ね、宅検の試験を勉強していると非常に、ね、そこはメリットになりますというところです。ところでですね、当初の予定と若干狂っているというのはちょっと、まあ、そのり宅検の試験のことなんですが、 まあもちろんですね、えー、最初からこの卓検の試験というのはもうずっと10月の第3日曜日というのを決まってまして、今年の試験日程も、まあ当初は10月の18日の日曜日ということで、まあこちらも完全に予定してたんですが、えー、こんなことは本当に試験制度が始まって以来、初めてのことなんですが、今年に限っては卓検士の試験は、えー、2二日程で実施されいきます。はい。えー、お聞きになっている方の中にも、 12月の27日の試験日程の方も確かにいらっしゃるかと思いますまあこれは完全に今の世の中コロナの状況ですので試験会場とかがちょっと取れないということで主に大都市ね東京近郊まあ神奈川も一部です それから関西地方を、ねえー、踏まえて、まあその他もですね1 1十月だけの実施の件もあるんですけども比較的かなり多くの人東京なんかだとですね、えー、4割前後ぐらいの方が4割弱ぐらいかなの方が12月の、まあ、実施ということでかなり多くの方がね12月の27日に実施されております。 で当初の予定通り10月の18日の宅検試験であればそこから、まあ、4週間ですかね、えー、ありますのでもうそこで一気に集中してやれば、まあ、絶対大丈夫だというところがあったんですが、まああのー、日程が12月の27日にずれている方ですね、えー、ちょっと試験を受ける順番が逆になって賃貸不動産経営管理士の方が先になってしまいますけれども、まあ、ここはものの取りようですね。まあ、確かに当初の予定とは 狂ってきてるかもしれま,せんがまああの10月に予定してたのに2ヶ月後の12月になったその2ヶ月ね、えー、結構そこに行くと集中力が持たないところがあるでしょうね、まあ、そうなってくるとまあちょっと気分転換というとちょっと失礼なんですがねこの賃貸不動産経営管理士、えー、10月11月の15日にねまああの今までの勉強を生かしてそれからまあ 試しというわけでもないんですからね。どういう状況かと踏まえて、それからまあタケン試験に向けてねステップということで受けても、まあこれももちろん構いません。だからもう取り用のなので、まあ10月の実施、えー、予定通りの方はまあ1ヶ月、えー、集中してやればもちろん十分合格します。それから12月に伸びた方もね、まあ一つまあ気分転換としてえてしまえばそれもちろん今までの宅ケンの勉強を生かしてやればもちろん十分合格しますので、ね、まあそこはうまく目指していただいてこちらのね、えー、11月15日の 試験にまあにやってね受かるようにして頑張っていただければと思います。でででところでそのまあ賃貸不動産経営管理その難易度ということなんですが一概にこのイメージを持っていただければ結構です。宅建試験よりややまあわかりやすいかなっていうふうに考えていただいて結構です。ただこれも今年に限っていうことなんですね。あのレジュメの二ページ目でね進めていきますと。 こちらにですね、過去5年の受験者それからまあ合格率合格基準などが載っかっておりますがまあどん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 増えてきて、えー、令和元年になりますと2万5,000人とかなりの数がい で、えー、まあそこよりも何と言っても合格率なんですね。えー、5年前はまあ50%前後で推移していたところが、いきなり昨年からですね、36%。これどういう意図を持ってここに下げたかはわかりませんが、正確なところはね、まあいろいろは言われております。まあその一つの要因として挙げられるのが、まあ先ほど言った賃貸不動産経営管理士のね、法定化ということもあるんですけれども、まあ。 そうですね、えー、数年前からこの任意の登録制度自体がやっていってその自体からですねやはりね賃貸不動産経営管理士というのは重要事項の説明であったりその他ね、まあ、業務を担う立場として義務付けられていましたしそれから事務所ごとにね、えーまあ、設置しなければいけないという義務もあっ ましたので任意でで登録してている管理業者についてはねでそのことからもまあどんどん難しくなっているんですけど何といっても昨年は実施された問題から難しくなってですねさらに今年令和の2年はですねこの問題数自体これがまあ昨年の令和元年までは40問だったんですが今年の令和の2年に関しては問題数自体が50問になるんですね。 えー、50点のうちのどうなるかっていうことなんですがまあここも明らかにですね、えー、今般の、えー、賃貸不動産経営管理室の、えー、いわゆる、えー、法制度かねまあここを、まあ、先読みして試験自体をね、えーまあ、難しくしてそして問題数自体も増やしておりますのでまあ 昨年に比べて極端に今年ね、えー、ガクッというぐらい、えー、合格率が下がるようなまあ難化、えー、はしないまでもまあかなり難しくはなると思ってください。でさらにさらに来年になりますとすでに賃貸不動産経営管理士自体がですねまああの国家資格ということでね、えー、法律を、まあ、制定されている資格ということとなりますのでまあ 極端に難しくなるとは思えませんけれども簡単になることはまずない、えー、今までのっていうことも非常に考えにくいっていうことなので、えー、もちろん来年からずっとだんだん難しくなることはまあこれはもう分かりきっておりますまあだったら今の、えー、しっかりね取れるうちに取っていこうというのは、まあえー、そこをね、えー、皆さんも考えてることは同じかと思いますので、ね、令和2年、えー、ここの合格を目指してやっていきましょうということです。でそうですね、えー、賃貸不動産経営管理士が、まあ、この、 えー、法制とされるというところの一応の説明なんですがね大、えーまあ、々的に2021年までに、えー、国家資格しますということなんですが、まあ、実を4ページ見ていただきましょうか1ページ進めていただいて4ページにですね、まあ、その賃貸不動産経営管理しの流れがあるんですがその下側の方からの位置に3つ目ですね、えー、今年令和2年の6月なんですがねあの世の中がコロ,コロナの、えー、中でいろいろごじゃごじゃっとなっているところをですね、まあ、珍しくまあ、えー 国会議員さんたちがね、えー、頑張って法を成立させてくれました賃貸住宅管理業等の適正化に関する法律まああれによって非常に長い法律名なんですが賃貸住宅管理業、まあ、これを適正化しようということで、まあ、その中としてですね、えーまあ、先ほど言ったように、えー、オーナーさんに対する重要事項の説明を行ったりそれから、えー、事務所ごとにね、えー、まあ,あ 業務を行うまあ専門家ということでえそれを設置軍が要求されたりっていうことでこの賃貸不動産経営管理所ねそこの業務内容もまああの法律そのものではなかったりするんですけども合わせてねまあえいわゆる国土交通省令であったり内閣府令であったりねまあそういったまあ関年法規の中でえ義務付けられてえまああの位置づけられていくという形となりましたのでえこの 来年まあ施行されるのがまあ来年でしょうから来年にはね、えー、この賃貸不動産経営管理士がまあ 法定された資格としててもう一度2ページにってます、えー、なっていきま,すまあだからこそやはりね、えー、今年の試験から問題数自体が50問に増えてそして、えーまあ、難易度としてはもう若干難しくなることはも,うもちろん考えられますのでね、まあ、ただ来年さらに、えー、再来年となって向けていくよりも、まあ、やっぱりね今年取っておく方がやはりねベストであるところなのでね、えーまあ、せっかく目指していきましょう。で,ですは,いでは 具体的にどういった形で勉強すればいいのかっていうことなんですが、まあ、先ほど冒頭にも言ったように卓研今年の試験10月の実施で受験され,てる,される予定の方は、えー、10月18日の卓研試験終わって1ヶ月集中して勉強すればこれ十分間に合います。えー、で,す、ね、で12月の実施の方もですねまあ,あのそこまで2ヶ月ありますのである程度時間割けば十分ですがその点がねただあの 多少優しいとは感じたとしてもね、あのー、国家資格になります。簡単に受かるわけないので、まあ <laughs> えー、その点はね、やっぱりしっかり勉強していかなきゃいけないので、まあ、そこの戦略は立てていこうというところなんですね。まあ、ところで、この、宅建士との、まあ、勉強の関連性なんですが、その辺がお示してあるのが、同じレジュメのですね、えー、5ページとなりますかね、えー。5ページに、はい、こちらにですね、えー 宅建修の勉強をしてて勉強していく項目と賃貸不動産経営管理士で試験で取材される項目の比較でどれぐらい関連性があるかっていうね、まあ、あの分かりやすい表にしたものですねこちらはですね、えー、まあ左の欄からいきますとま法令系であったりそれから登録制度であったり。 で、えー、具体的な科目、まあ、法令系であったね賃貸借契約という項目があってそして真ん中、えー、2019年度昨年実施どれぐらいの問題数が出題されたか。 でそれを受けて今年2020年は、まあえー、昨年までの実績を考えて10問増えますので合計数がね、えー、10問増えますのでまあそれであればどれぐらいの問題になるかっていうことですね。でその問題数とともに、た 研修のね、勉強と、まあ、親和性、まあ、関連性があるか、そういう科目であるかっていうのを、まあ、関連性が非常に強いということで、二重丸。あまり関係のないものがバで、えー、まあ、ものすごくというわけじゃないんですけど、かなり関係性が強いものね、これ、丸ということで。で、ぼちぼち関連性があるということで、三角でね、それぞれね、色分けしましたが、それを考えると、この、今年の2020年の賃貸不動産経営管理士については、 まあ10問増えると考えて昨年の40問であったらこの合格基準点が 29. 点これは難易度によってねえまあ多少の伝後はありますがまあ去年え昨年のまあレベルを踏襲していくとなるとですねえ 29. 点まあ約7割。 今日となりますから、まあ50問を7割当てはめますと35、まあプラス1ということで、えー、36点前後かなと、これあくまでも予想ですね。で、そうしたときにこの50問の問題から、まあどういう形で得点していけばこの36点に乗っかるのかっていうところですね。その辺を多少検証しますと、まずですね、一番上にある、えー、10問出題される法令系でも賃貸借契約。 これは、宅建との関連性親和性はもうありありですね、ほとんどそのまま、まあ、丸写しで出題されることもあるぐらいね、えー、このここでいう賃貸というのはもちろん建物、すなわち借地借家法ね、えー、これに関連するところが非常に多いところですが、民法の賃貸借、それから借地借家法ね、まあ、こういったものが関連するもので、10、まあまあこれがもちろん二重丸ということで非常に関連性が強いということとなっております。はい この点に関しては後ほどねまあこういう関連性がありますということでほんの少しですがねミニ講義を行っていきたいと思いますがねはいそれから、えー、ずっと下がって、えー、貸主の募集これも結局賃貸借関係になりますのでこれも、えー、バリバリのねこの二重丸関連性が非常に強いということであります。それから かなりとまあ言えませんが、えーっとね、結構関連性があるということで丸印になっているものがですねまず登録制度これ賃貸住宅のまあ管理業それから賃貸不動産経営管理所も、まあ、いずれも登録していくことになりますがこれ言ってしまえば宅建業に当てはめると宅建士の登録それから 託児建物取引業の免許の制度とほぼ一緒なのであの内容は違うものの、まあ、取り組みやすさっていうことになりますとかなり類似している項目となりますね。規制も結構似てますしそれから、えー、必要とされる、まあ、宅建士が要求される業務それから、えー、賃貸不動産経営管理士がね要求される業務、まあ、こういったものが非常に載りますので、まあ、勉強のしやすさ とというところねそれからまあ類似項目がありますのでまあ、かなり関連性が高いこういったものが、ね、あります。でそのほかにもですねまあ、若干なんですが、えー、そうですね、えー、管理業務の受託ということでねまあ、これは実際的には、まあ、委任契約であったり、えー、というところなのでまあ、宅建で勉強したべあの民法の部分でそういったところが関連するものも踏まえてこれざっ クリですかね丸印になっている、えー、ものそれから二重丸になっているもの数を数えますと二重丸になっているものが13問それから、えー、丸になっているものが、えー、計算しにくいな3の5の4の4なので16かなあ16かなまあ合わせて、えー、まあ関連性がかなり高いものだけ上げると29問 ここのところは全くもって宅犬の勉強をしていればフリーになるわけじゃないんですがまあほぼほぼ攻略をできる分野ということで29これを考えるとです、えー、あと何点ですかね <laughs>、えー、7点ですあ残っている、まあ、約概算で21問ありますがそのうちの、まあ、5点6点7点足し算するとこの36点乗っかりますのでまず気持ち的に、えー、宅犬詞の勉強をしていると かなりのアドバンテージがあるということです、まあ、これはこの賃貸不動産経営鑑識もね乗っかっていかなきゃこれは嘘だろうということとなります。えー、でよくよく考えますと、まあ、確率論で言ってもね残りのまあ20問弱の、えー、20問今日の21問ね4択ですからっていう考えももちろんありです。4択だったらどうにかな、えー、万全を期して受かるっていうことなんですけれどもそうなってきた時にまあ多少ですね、えー 宅建とはあまり関係のない項目ほんの少しの労力で勉強すればもちろん合格に、まあ、達成するところがありますのでね、まあ、その点非常に、まあ、宅見の勉強をしていくと、えー、ここがね、えー、乗っかってこれはね、えー、メリットとなってここはね、えー、強く、まあ、合格に近いというところになりますそこは生かしてみてください。で それとともに、やはりね、あのー、まあもちろん、宅犬で勉強している賃貸借の部分にプラスアルファして、やっぱり、ね、実務職が濃いところがありますので、まあそういったところをね、まあ集中してやっていければ、まあ万全がね、えー、体制がとっていけますので、まあこの辺についてですね、まあ勉強方法というわけじゃないんですけど、ぜひぜひ、宅犬のね、えー、まあ勉強を活かして、まあ具体的に、 そうですねこの賃貸不動産経営会社、まあ、実際に各校でも実施しておりますしそれからウェブ講座なんかでもやっておりますがどういう講義をやっているかっていうことを、まあ、少しねデモンストレーション的なところでやっていきたいと思いますがレジュメを変えてですね、えー、こちらちょっと太い冊子の方ですね先ほど紹介しましたがこちらですね、えー「宅建賃貸どちらも攻略」ということで。 賃貸借それから借地借家法のレジュメというところでありますのでねまあその辺ちょっと用意していただければですねえー、内容がかなり濃くありますのでこれはね皆さんの中でまたね、えー、見て頂ければいいんですがこの中からいくつか抜粋してねまあこういう感じで関連性があります。それから えまあここで述べたことはもちろんえ最初の10月18日あるいは12月27日の宅検試験でもねぜひぜひ生かされる項目であったりするので少し時間取りながらね問題を解いてみたりそして確認したりして見ていくこととしましょう、ね。はい、そうですね。その中ではですねページを進めてていいただいて えー、12ページ13ページちょっと見開きになってますがね、まあ、そちらまで進めてくださいまず12ページが左側に「た、えっ、ー、勉強されてるエックで勉強されてる方はなじみのあるいわゆるあのウォーク問ン過去問題集」ですねそちらかの抜粋でまあかって宅っけの過去問でどういう問題が出たかそれが「 右側のですね、えー、48番と言ってこれ実際には賃貸不動産経営管理士、えー、賃貸管理士とありますかねこちらの過去問でどのように出てきたかまあ類似している点それからプラスアルファしてどういうことを勉強していくかっていうところをね、まあ、確認していくような形で進めていきます。で左側のののページのえーこの 番番という、ね、問いう号がありまあせっかく勉強してるところなんでそうですね、えー、少し時間とりますのでこのえ左側の12ページ側の「宅っの方の「賃貸借の」の106番これちょっとやってみてくださいですね。えー、で解ききれなかった方はね、えー、まあ画面止めていただいても結構ですしそれからそうですね、まあ、ちょっと時間とりますのでやってみてくださいはい。 勉強が進んでる方なんかあるいはまあこの問題を何,も何回も解いてる方なんかはね、まあ、すぐ答え自体は出ますとは思いますね。はいえーはい、では 解説とともにですね、えーまあ、ちょっと関連性を見ていきたいところそれから何を勉強したかっていうところそして、えー、賃貸不動産経営管理してね当てはめていきたいところなんですが、はい、ではちょっとこの問いの106番自体の、まあ、ざっとの解説を見ていきますと、えー、言い出しがこうですね「えー、借り主 A は、えー、B 所有の建物について貸主主 B との間で賃貸借契約を締結し金として賃料2か月分に相当する金,銭金額を B に対して支払った」と。 まあ当該資金について B による賃料債権への重当はされていない点点点点そのうちで正しいものはどれかということとなります、まあ、資金関連に関してはまあ宅建の試験でもまあ品質項目であってまあその中の一つとして挙げられるのがまあ交付した資金というのがいつ返ってくるかというものがありますその点が足の一番目ですね、えー、賃貸借契約が終了した場合建物が明け渡しと 資金返還結局賃貸借関係はこの図でいきますと貸主である b と借り主である a この、えー、貸主である b のもとに、えー、資金が交付されていますというケースですねこの資金は担保金なので賃貸借終了する場ばもちろん a の元に帰ってきますまあところでですね、えー、この資金の性格を考えます とあくまでも敷金が返還されるのが A が使用収益に使っていた建物を B に返した後すなわち返却した後となりますので建物明け渡しと敷金返還と同時履行の関係ここには立つわけはないでしょうね。A、えー、A ののの、えー、明け渡しは B からの資金を返還されたんーこれたこ逆だな、えー A の 建物明け渡しを受けてその、えー、債務が確定していきますのでそこを引いた額を返還していくのですいませんけれども建物の明け渡しこれを先にやってくださいですから敷、えー、金の返還自体はあとね、えー、明け渡しを先にして敷金の返還これが後ということだね。だから明け渡し自体を敷金の返還の後ということね、まあ、明らかに誤っておりますというところですね。はい ですで後の234に関してはこの積んであった敷金の承継の話でまあ達見ではしつこいくらい出てくるんですが、えー、賃貸人これが、えー、変わった交代した場合は敷金関係は新賃貸人に、まあ、これ承継されていって、えー、そして、まあ、最終的には賃借人である A はね新賃貸人の方からね返還を受ければいいという話になっていきます。 はいえー、一方賃借人が交代した場合は敷金関係は承継されない、まあ、その点が足の2番3番なそれから4番なんですが、えー、考えますと足の2番目ね賃貸借契約中のこの賃貸人である B の方が建物を C に売却した場合これ当然のようにその権利義務は C に承継されていきます。ははいいいいそのの通りだととととうことで回答としててね足の2番すすぐ出てきたかとは思います、はい こういった件だったら絶対ですね間違えるわけにはいかませんね。はいえー、ということでところでですね、えー、具体的にこの敷金もですねあの賃貸住宅の管理業においては非常に重要な任務になってますので、まあ、実務職も濃くやはりね法律面でも非常に多く賃貸不動産経営管理士においても出題されます。でこれ本当にたまたまというわけじゃないんですけれども非常に類似した問題として、えー、13ページ側にですね えー、こちらに四十八番これ一緒にちょっと考えていきましょうかね、えー、資金に関する記述で正しいものはまあ、えー、組み合わせはどれかということですねはいそこでまず足のあとなりますが賃貸借契約が終了しましたその時の資金の返還とありますね、えー、その資金の返還と明け渡しは、えー、資金の返還が先利口となるとということは貸主が持っていた資金を先に何ばかな これ全くもって先ほどの卓県の、えー、足の1番目と同じことを聞いてるんですかねちゃんと明け渡しを先にした上で、まあ、そこから差っ引いた額を敷金としてね、えー、残額を返還してください。なのに敷、えー、金の返還が千利口となりますとこれ明らかに逆さまっていうことで、えー、冒頭通り 誤りとはすすぐ判断できますかね、えー、正しいものの組み合わせを探せる中でまず足の「あ」の誤りが、えー、これはねもちろん判断できるというところです。でこういった形でものすごく似てる部分やはり敷地になりますとねポイントがやっぱり似てるところがありますのでそこはやっぱりどう生かしてくださいっていうことなんですね。まいうことなんですね。ところがやっぱりね全く勉強せずに他県、えー、の力をねものそのもの持ってくるっていうわけじゃなくてどちらかというとですね 賃貸不動産経営管理士はその賃貸職関係、まあえー、その敷金の返還についても少し実務職というかね具体的なところで聞くことが多いんですねその点ちょっとね、えー、最初戸惑うかもしれませんが右手の13ページ側の48番ねちょっと当てはめていきまして見ますと足の「い」考えてみてくださいはい足の「い」ですねはい この資金は滞納、えー、賃料のほか原状回復義務の対象となる借主の既存を損に対する損害賠償それから借主が無権限で施工した工事の復旧費もこれはもちろん対象となりますよね。 えー、確か敷金というのは賃貸借関係から生じたまあこれね一切の債権これを担保するものなのでまあそれは滞納賃料だけじゃなくそれから現状回復義務これに要するまあ 借り主の金となる既存を損に対しての損害賠償こちらもそれから無権限で施工をした場合のま復、あ、旧費これももちろん含んで対象となりますで、これらにかかった費用を全部差し引いた上で資金から差し引いた上で残額を確か、えー、侵略人に返せばいいという性質がこれが 指揮金ですねでこの敷金の性質については、えー、今年の4月1日にあの民法が改正になって、まあ、それまでももちろんね敷金、えー、定義としてはもうこれもちろん存在してたんですが民法上、まあ、明確な定義づけがされているので今年に関しては宅建においても この具体的なね資金の返還額であったりねえそういうものがやっぱり出題される可能性が非常に高いのでえここはねあの非常に関連するところですまあ宅建においても重要なところなんでねえこれはもちろん対象となりますですねはいではその下のうなんですがえ見ていきます賃貸借関賃貸借契約の継続中に借り主の債権者が 資金返還請求権を差し押さええー、賃貸物件の明け渡し前に差し押さえ債権者が資金の支払いを、まあ、貸主に請求した場合貸主に資金の支払い義務が発生すると。 ちょっと何を言ってるかってはてなんなんですがまあ通常ですねまあ嫌な話なんですが建物を借りている人っていうのはそれほど視力がまあお金自体がないのでもしもし多重に債務を受けてる場合なんかは債権者債権者からすると当てにする金がないのでその中で意外と大きい金がその賃貸借関係から持っている敷金ね。 それの返還請求権もちろんそれは返還請求権は賃貸借終了後に発生するものなんですがそれを差し抑えるるケースっていうのは結構あるんですね、まあ、こういう実務的な流れを結構聞いてくるのがこの賃貸不動産経営管理士ですね。でこの時ちょっと分かりやすいように図示しますと、えー、この足の運に関してなんですが、えー、ここ貸主と借主。 の中で、えー、この借り主の方が貸しの方に、えー、このね資金を交付していると、この資金自体は賃貸借終了すると、まあ、えー、債務の残額を賃借に、えー、借り主の方にね返していくっていうことなんですが、そこで債権者がこの資金自体を差し押さえたということです。 でこの差し押さえの意味自体が、えー、なかなかね勉強が、えー、ちょっと複雑なところがありますが、えー、債権を有している者がこの資金からやっぱりね返還を受けようということでこの貸主の方に、まあえーまあ、止め置くということでねここで、えーまあ、ここはいずれね、えー、こちらの債権者の方に払ってもらおうということでここで差し押さえた、まあ、そこでこの貸主の方がこの資金自体をこの借主の債権者の方に支払わなければいけないか となりますがこれ資金の定義をよく考えてくださいまずここですね、えー、資金自体はいつ返すかすなわちこの賃借人に返す時期を考えると賃貸借終了後借り主から明け渡しを受けた後ということとなりますそうなってくると、えー、たとえ借り主の債権者から差し押さえられたとしても、えー、そもそも 賃貸借契約中であれば借り主に返還する必要性もないのでそれは当然拒めていいでしょうそれからですねこの資金というのは担保という性質なので 担保の順番すなわち担保権の優先の順番はこれ絶対早い方勝ちですねそうなってきた時には指揮権とした受領したの方がはるかに早いんですねそれを考えますと、えー、この債権者からいずれ、えー、まあ,あこういう形で、ね、差し押さえ,えられたとしてもこれは返さんでもいいだろう義務が発生するとちょっとう丸にしておきましたかね、えー、目指せこれはもちろん誤りだということで判断できる でるかとはいそうなってくるとこの問題自体がまあ「あ」と「うーが」が、えー、明らかに誤っておりますので正しいものとすると「あ」の足が入っているものが考えられずもう一つ言うと「う」の足がね入っているものも考えられませんので、まあ、回答としては正しいものね、えー、組み合わせとしては「い」と「えー」しか残らないだろうということでまあここは「た のの勉強プラス指揮自体のね、えー、まあ正確な定義が分分かっていれば十分対応できるものただしですねこの辺がやはりね、えー、多少というかかなり実務色が強いのでもちろん卓研の勉強をベースにしながらやはりプラスアルファねこれは必要なところですこれをやはりね卓研士の、えーまあえー、勉強と合わせてあるいは試験終わってからねやっていくっていうところが一つの目安だと思います。 近くですからもう一問ぐらいっていうわけではないもう一問ね18ページ19ページを開いていただいてこちらに同じ,同じく、えー、まあ、えー、流れでね18ページ19ページこちらに同じように左側に卓研士の問題右側に賃貸不動産経営管理士の問題ね上がっておりますのでちょっと確認してください左側 えー、過去問題集の「たっ士の問題の、えー、117番となっております。で右側がは,い、ではそうですねちょっと文自体が長いんですがこの問いの117番また時間取りますので、えー、ちょっとね解いて考えてみてください。 はい、では。 えとそうですねまあ途中の方もいらっしゃるかもしれませんがねちょっと一足足足ね関連、えー、賃貸不動産経営管理室との関連性を見ていきながら進めていきますので、えー、解説とともにね、えーまあ、ちょっと、えー、賃貸不動産経営室の関連性を見ていただければはい問題だと挙げますと A は B と B 所有の高建物について居住を目的として期間3年賃料20万円の賃貸借契約これを締結したということで B 所有物の借りた A、えー、ですね賃料が20万円 万円そして期間が3年ということですがまず足の一つ目ですね A, 番とあります, A すなわち借り主も B も相手方に対して本件契約の期間満了前に何らの通知もしなかった場合 充電ののの契契約約とと同一の条件で契約を更新したもみなこれもまあ宅建の勉強をしていればもう品質項目でありますがまず賃貸の目的もちろん建物ですねそうした場合には借地借家法これの適用がありますこの借地借家法の適用がありますとたとえ3年と期間を定められていたとしても 放置していたら当然に更新となります、えー、更新を拒絶するためにはこの3年の期間の終了前の少なくとも6ヶ月前には賃貸人賃借人ともね、えー、お互いにまあ更新しない旨、えー、更新を拒絶する旨の通知をしなければいけません。ですからどちらも何のアクションを起こさず、えー、その期間まあ何の通知もしない場合はもちろん更新されていきますとね。 いうところです。ただし、その更新後は前の条件と同じですが、期間については定めのないものとなります。どこからどこを取っても一問一句正しいですね。はいで。右側の信託不動産経営管理士のちょっと問題見ていきましょう。えー、そこのまあ、お題としてはこうありますね。ええー、賃貸えー、ごめんなさい。 え普通建物賃貸借、えー、まあ定期ではないということでそれの更新拠絶に正しいものでここの足の4番目見てくださいはい足の4番目一緒に読みますね期間満了までに更新について合意が成立しないと場合で特約のない限りということは何の話し合いもせずにって云々かんぬんですね、えー、そうすると結局期間満了について、えー、これは 何もしなかったすなわち法定行使、えー、充電と同一条件でもちろんと言いたいところなんですがこの問題文自体は期間まで同一にしてしまってますのでこれはね誤りと、まあ、確かに更新されたものは見なされるんですが期間は確か定めのないものとなりますということでねまあ宅建の裏を聞いたような問題ですがこの点はもちろん誤っておりますというところです。はい ででははもう一度度ののの方の問題に戻りますすが今度は足の2番目ですね、はいえー、貸主である B が A に対して本件契約の解約を申し入れる場合う建物の明け渡しの条件として一定額以上の財産上の給付を申し出た時は B の解約の申し出に正当自由があると見なされるというところなんですがこの 新退任課からの解約申し入れあるいは期間ね満、えー、了して更新の拒絶の、えーまあ、通知には必ず正当な自由がいりますその正当な自由はさまざまなことを考慮した上で総合的に判断されますので。 この一定額の給付、すなわち立ちのき料ですね。立ちのき料を払うという申し出だけで、この正当自由があるなどとみなされることはないですとね。み、えー、なされるというと誤りです。で、この本文においても、まあ、誤っているものはどれかなので、この時点でね、二、えー、番。はい、だということは回答できますが、はい、この知識そのまま右手にスライドさせて。 賃貸不動産経営管理その方ね、えー、見てください。これのそうですね。えー、足の二番目ちょっと考えてみてください。賃貸建て、えー、ごめんなさい、えー。賃貸建物の老朽化が著しいことを理由として更新を拒絶する際、えー、ですね。はい。貸主は立ちの給料を支払うことなく今度は立ちの給料を支払わずに老朽化が著しいということだけで当然に、えー、正当自由が認められるか。 とあります,すいませんけれども同じことを言いますがこの賃貸人からの更新拒絶やそれから解約申し入れには正当な自由その正当な自由はさまざまな観点から総合的に判断されますのでこの老朽化だけではすいません判断されることはないです認められません。ら、はい、に更にに合合わせて足の1番目を考えますと、はい、貸主から期間内、えー、契約条項がある場合には 貸主からの解約申し入れに正当な自由は不要です。そんなことは絶対起こりえません。正当自由だけはもう必ず必要ですのでね貸主からの解約申し入れ、えー、不要のわけがないっていうことね正当自由は必ず必要です。はい まあ生徒自由の問題だけで、えー、まあこれもちろん足の3番目もそれほどね、えー、大したことないんですが、まあ、手法としては足124しっかり切れますので残った3番正しいということでこれも非常に簡潔に判断することができますというところなんですね。はい まあ、賃貸借関係に関しては、えーまあ、少しねちょっと講義の中では多少やらせっぽいところがありましたが、えー、かなり関連性が高いものなので、まあ、ストレスなくそしてこれはね、えー、やはり大きな武器になりますので賃貸借関係。まあ、ところで、まあ、そういったところもですねこののやはりあのー 賃貸不動産経営管理者独特のものもありますのでそういったところがこの問題だけじゃなくてねあの実際にまあ講義で使っていく、えー、このまあ講義録なんかでもやっぱりね、えー、まあ明確に合ってますのでこれがページ数が売ってないんですがページ数でいうと21ページに該当するんですかね、まあ、こういうい中身が賃貸不動産経営管理者のね。 合格スタンダード講座ーーで実施しているそのものとしてはねもちろんこれもちろん乗っかっておりますということで、えー、その中でまあ先ほどの例でいきますとそうですね、えー、その正当な自由なんですが、えー、賃貸借関係においてはも正当な自由この賃貸人からのね自由としては正当な自由が求められます。まあ、その正当な自由なんかも非常にに簡潔書いててあってですねまず 期間満了する際には期間の定めのある賃貸借契約について期間満了が原因として終了させる旨の、えー、更新拒絶の通知には正当な自由が必要となるでそのまた正当自由は期間の定めのない場合の解約申し入れ、まあ、および期間内の解約条項に,解約の申し入れにおいてもやっぱり適用されていってその正当な自由って何ですかってなりますと。 確か生徒自由の有無は当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮原因として考慮原因の総合考慮によってそして判断される。いまいち言っていることが意味不明ですが、まあ様々な理由があります。具体的にはですね、貸主、借主のその建物の使用を必要とする事情であったり、充電の経過であったり、利用状況であったり、現況ね、えー、それから、 立ちの寄量ですね。まあそういったこと、一つの自由だけではなくて、この五つのある自由、それから貸主も借り主もありますので、そういったところを総合的に判断考慮した上で判断されます。ということは、まあ少ない一つの項目、例えば財産上の給付だけで、それから老朽化しているという建物の現況だけで判断されることはありません。まあすべてのことね判断して、そしてバランス取った上で正当な自由があるかないかの 判断はされていきますので、っていうところね、あります。で、これ辺はもちろんね、宅建士の勉強でもしっかりしていくところですが、やはりこの点については、もうちょっと実務職が強い賃貸不動産経営管理士は、まあ、こういった細かいことも多少増えております。はい、同じページなんですが、ワンポイントのところですね。この政党の自由に関しては。 更新拒絶等の通知及び解約申し入れの時に存在しかつその後6ヶ月間、まあ、確か正当な自由をつけた更新拒絶は少なくとも6ヶ月前にしなければいけませんのでその6ヶ月間持続させなければならないということ要は6ヶ月後にその正当な自由がなかったらこれこそはやっぱりね、えー、ないでしょうということで6ヶ月間これをやっぱり継続させるということです。で一方ですねその正当な自由は更新拒絶の通知時点では存在しなかったとしてもね 通知後に事情が変わって正当自由が具備された場合なんかはそこから考えて数えて6月間継続した場合これは結局解約のまあ効果は生じるとまあさまざまな細かいことも踏まえて、えー、次のページにも踏まえてねまあ多少あるところでありますはい、えー、ここだけちょっと見ときましょうかね次のページページ数でいうと22ページに該当するところでしょうかね立ち、えー、の企業の有無これは正当自由の有無を判断する対象 承認とはなるものの、立ちのき料の提供だけで。政党自由として満たされていると判断されるわけではなく、他の事情が備わって。立ち退きの提供もあるときに、政党の自由の一つとして保管される、判断されると。まあ、こういう細かいところも踏まえてね、やっていくのが、まあ、若干ですね。え、宅建士の勉強にプラスアルファの部分はあるものの。かなり、え、ね、あのバンテージを持って、そして前に進めるっていう項目、これが。 まあ50問の試験の中でえ賃貸借だけででやっぱりり問ぐらいといとうのでかなり多くを占めてますそれから登録関係でやはりねえ宅建市の登録という知識を使って非常にやつ安すいことでお,およそ50問のうちまあ30問ぐらいはまああの勉強全くせんで取れるってわけじゃないんですけどそれを踏襲する形でえねえメリットとなってそして勉強していくのであと。は そうですねあの税金面であったりそれからそうですね実務の中では、まあ、多少の設備面であったりねそれから、えー、その他まあ管理実務についてもまあ多少はあるもののその点についてはですねやっぱり、えー、宅研試験終わってからもいか月で十分間に合いますそれから12月実施にされる方はね、えー、その間の、まあ、あ少し集中した期間でもちろん十分間に合いますのでぜひぜひです、ね、この託研試の合格 で、合わせて、おそらく、どういう形で今年、竹石の勉強を目指していくかって、様々ありますが、もしもし、あの、自分が従事している会社がからね、竹石最後は、ここ、お前、あの、今年ぐらいはちゃんと取ってくれよって取った瞬間に、えー、その会社が、管理業やってたら、今度すぐね、え賃、ー、貸不動産経営管理士取れってなりますから、それだったら、あの、勉強を続けて何年も何年もやるよりも、えー、集中して、まぁ、あ、短い期間でね、一遍にやった方が、絶対ね、やっぱりね、えー、来年こそいろいろね、まあ 今年は本当にね、えー、期待していたオリンピックもなくなったし、コロナで世の中が混乱しているし、その他諸々も踏まえて、それだったらね、今年は、まあ、とりあえず自分が動けない,動けない状況だから、宅建築も、それから賃貸不動産、経営管理士もしっかりといて、来年ね、えー、まあ、どこに羽ばたくかというのは微妙ですけれどもね、えー、まあ、その取っ,った資格を生かして、どん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 、やっぱりね、業務を広げて頑張っていきましょうということで、ぜひぜひね、えー、合わせてこの先、まだ、 賃貸不動作経営管理士願書を出されてない方、えー、もうぜひぜひすぐ願書を出していただいてそしてですね、まあ、もちろん、えー、自分自身で勉強するのももちろん、えー、ありはありなんですがより効率的にそして、えー、確実にっていうことであればねあレックでこの賃貸不動産経営管理士に関する講座、まあ、多数用意しておりますのでそれを利用していただいてまあ いい気持ちで今年の年末そして来年のね年賞を迎えたいと思いますぜひぜひ頑張っていただければと思いますはい、それでは今回ね賃貸不動産経営管理とのまミニガイダンスということでまあ、資格説明とおよび、まあ、模擬講義という形で少し進めてさせていただきましたお付き合いありがとうございますそれでは、えー、皆さんお疲れ様でした